皆さんこんにちは。名バイプレイヤーとして活躍した俳優の矢崎しげるさん。そんな矢崎しげるさんは若い頃に結婚されましたが、30代の頃にはある裏切りをして離婚したようです。芸能界で活躍後、姿を見なくなった矢崎しげるさんでしたが、現在は東北である女性と快楽に溺れた生活をしているとの噂がありました。今回はそんな矢崎しげるさんの奥様への裏切り行為や現在の様子、快楽に溺れた女性の正体についてご紹介していきます。矢崎しげるさんはこれまで CM 白鶴丸やドラマ跳ね駒など数々の作品でバイプレイヤーとして活動してきた俳優です。そんな矢崎しげるさんは東京都出身で、筑波大学附属駒場高等学校を経て東京大学文学部に入学しています。しかし東大を中退して演技の道を選び、その後舞台芸術学院夜間部を卒業しました。このため最終学歴は専門学校卒業になります。味のある演技で出演作品にインパクトを与えてきた矢崎しげるさんは根っからの俳優のように見えますが、実は若い頃父親である矢崎源九郎さんの背中を追いかけていました。父親矢崎源九郎さんは言語学者、翻訳家、大学教授などアカデミックな領域で知られる人物でした。偉大な父親の背中を子どもの頃から見て育った矢崎しげるさんは、同じ道を歩むために高校生の頃には英語、スペイン語、ロシア語など複数の言語の勉強を開始しました。しかしいざ勉強を始めてみると、言語に関しては父親の能力は桁違いだと痛感したそうです。矢崎しげるさんは到底かなわないと悟り、言語学者の道を諦めて東京大学を中退しました。才能のある親のもとに誕生した子供の苦悩を若いうちに味わったということですね。もしここで諦めなかったら、俳優矢崎しげるは誕生しなかったかもしれません。父親と同じ言語学者の道を諦めた矢崎しげるさんは演技の道を選び、劇団に入団して俳優活動の第一歩を踏み出します。そして俳優のみならず、バラエティ番組やクイズ番組にも多数出演してきた矢崎しげるさん。頭の回転が速いことから、クイズ番組では難問の正答率も非常に高く、バラエティでは共演者との軽快なトークがお茶の間に受けており、タレントとして大活躍していました。そんな矢崎しげるさんのプライベートの情報が気になりますよね。あまり知られていませんが、離婚歴があるのです。元奥様は一般人で、氏名や顔写真は公開されていません。そんな奥様との離婚理由について、長らく矢崎しげるさんは同性愛者だったために離婚に至ったという噂がまとこしやかにささやかれ続けていますが、本当でしょうか。矢崎しげるさんが結婚した時期は分かっていませんが、30代で離婚しています。離婚理由として、同性愛者だった矢崎しげるさんが奥様を捨てて男性の恋人と同棲し始めたことがバレて、出演中だった CM スポンサーが怒って降板、最終的に離婚に至ったという噂が流れました。この噂について矢崎しげるさんは後年、自分で言うのもなんだけど、俺女好きで有名だったよと噂を否定しています。同性愛者ではなく女性関係で奥様を裏切り離婚に至った可能性が高そうですね。ちなみに矢崎しげるさんは離婚後には元妻に財産分与したそうです。財産も家も元奥様に譲ったという話もありますが、定かではありません。そんな元奥様との間に子供がいたのかが気になりますね。過去を調査したところ、息子がいるのではないかと言われています。ただし矢崎しげるさんが子供について言及していないので、噂レベルであり信憑性の高い情報源は見つかりませんでした。かなり前に離婚しているので、意図して子供についてコメントしないようにしているのかもしれません。そんな矢崎しげるさんはある時からテレビで見ることが一切なくなり、一時期は死亡説が流れたほどでした。しかし2020年の報道でホテルに住んでいることが分かりました。矢崎しげるさんの居場所が発覚したのは、旧友を名乗る人物から、矢崎くんは東北にある田舎町のホテルで暮らしているというタレコミが入ったことがきっかけでした。情報を受けた週刊誌記者が訪れたのは、東北地方の寂れた駅近くに立つ簡素なビジネスホテル。
記事にはお世辞にも綺麗とは言えない。ホテルの一室が今の矢崎茂さんの自宅になっていて、一泊1万円の部屋を長期滞在で一泊5000円に負けてもらって住んでいると書かれています。つまり矢崎茂さんはホテルの部屋代として月々15万円を支払っているということですね。近所に住む人の話によると、矢崎茂さんを見かけることがあったけど、こんなところに住んでいるはずがない、きっとロケか何かだろうと考えていたとのことでした。地元の人でさえも矢崎茂さんが住んでいることを知らず、もし垂れ込みがなかったら東北の田舎町でひっそりと隠居生活を送っていることは永遠に公にならなかったかもしれません。記者が矢崎茂さんのホテルの部屋を訪ねて生活ぶりについて質問をぶつけています。何の由来もない東北の寂れた田舎町を選んだ理由や、コスパが高いホテルよりも一軒家を借りた方がいいのではないかという質問に、矢崎茂さんは以下のように回答しています。俺の計算だとガツ30万円はかかるよ。ここならトイレットペーパーも補充してくれるし、掃除もただ。冷蔵庫やテレビが壊れても交換してくれます。近くに場外馬券売り場があって、そこで馬券を買うためにここに泊まっているうちに居ついたっていうか、一軒家を借りてももろもろの諸経費を引いたり、家のメンテナンスなどの時間的なコストを考えるとホテルの方が効率が良いと計算しているようです。そして大事なポイントは、馬券をすぐに買うことができる立地ということになりそうですね。また矢崎茂さんはインタビューで、引退宣言こそしていないけれどすでに引退していますよと、まさかの紙面を使った引退宣言を行っています。これまでドラマや映画で主役やメインキャストを務めた実力派であり、バラエティ番組では司会を担当するなど芸能活動を楽しんできた矢崎茂さん。しかし60歳目前頃から徐々に仕事のオファーが減少していることを感じ、相手にされなくなってきたなと感じるようになって、ギャラも下がってきたしと当時を振り返っています。すると芸能界そのものが嫌になってしまい、さらには東京も嫌になって、長年住み慣れた東京から離れたそうです。しかし東北で隠居生活を送っているという週刊誌のスクープ以上に注目を集めたのは、2021年に出た演歌歌手宮古晴美さんとの熱愛スクープでした。熱愛報道はガセも多いのですが、宮古晴美さんとの熱愛は本当なのでしょうか。宮古晴美さんは晴美節と呼ばれる独特な歌唱法で知られる演歌歌手です。1963年コロンビア全国歌謡コンクールで優勝し、1964年に歌手デビュー、同年にリリースしたあんこ椿は恋の花がミリオンヒットして一躍有名になりました。その後もシングル北の宿からや大阪しぐれなどコンスタントにヒットを出すも、1984年に突如普通のおばさんになりたいと引退しています。しかし1989年に電撃復帰を果たし、三劇座長公演を行うなど精力的に活動を続けてきました。ただ2016年1月に歌手活動の停止を宣言し、それ以降はテレビ出演は控えているようです。2021年3月発売の週刊誌では、矢崎茂さんが宮古晴美さんと東北のホテルで一緒に暮らしていると報道し、大きな注目を集めました。記事によると、2人が滞在しているホテルから車で外出し、回転寿司のチェーン店で食事をする様子やカフェでくつろぐ様子を捉えた写真が掲載されています。周辺に聞き込みをすると、矢崎茂さんと宮古晴美さんは数年前から東京と東北を車で行き来する通い合いを育む仲だそう。矢崎茂さんは緑内障を患っており、日常生活にも少なからず支障をきたしているそうで、宮古晴美さんがサポートしているようです。ただ2人の関係者によると再婚の予定はなく、お茶飲み友達のような穏やかな関係を数年間続けているのだとか。そんな矢崎茂さんと宮古晴美さんとの馴れ初めは2008年まで遡ります。宮古晴美さんの芸能活動45周年記念公演の舞台好きになった人での共演がきっかけでした。当時の宮古晴美さんは所属事務所の社長である中村和義さんと内縁の関係にありましたが、2008年4月に中村和義さんは自ら命を絶っています。ショックを受けた宮古晴美さんを慰め、
悲しみに寄り添ったのが矢崎茂さんでした。何も言わずに話を聞いてくれ、すべてを受け止めてくれる矢崎茂さんの懐の深さに宮古晴美さんは癒され、いつしか恋愛に発展したそうです。二人で温泉に行くなど、交際開始時から静かで穏やかな交際がずっと続いていると関係者は語っていました。そんな宮古晴美さんの年収ですが、現役時代は1億円はあったのではないかと思われます。どうやらこれまでのレコードの売り上げが581億円に上るらしいんです。しかも公演数はざっと2000回程度で、1回あたりの利益が約600万円のようです。この全部が宮古晴美さんの収入になるわではないですが、公演の収入だけでも年収1億円は優に超えていたと言われています。さらにそこにレコードの売り上げの印税が入ってきます。レコード会社に勤めている方の情報によると、歌手の印税割合はだいたい全体の 1-2% の印税が入るそうです。レコード会社にもよるようですが、仮に印税が 1% だとしても5億円以上の収入が入ってきていることになります。いかがでしたか？今回は矢崎茂さんの奥様への裏切り行為や現在の様子、快楽に溺れた女性の正体についてご紹介しました。ビッグカップル誕生に沸いたものの、今のところ2人は結婚する様子はなさそうです。しかしおめでたい報告がある可能性も残っています。若い頃は芸能界を牽引してきた2人ですから、今は静かに幸せに過ごしてほしいものですね。そっと見守りましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。